おはようございます。ティケット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。なかなかね、行動にできないってあるよね。休みの日に、あ、じゃあ今日はこれやろうとかあるじゃん。例えば、車のオイル交換しに行かなあかんなって思い立ちね、1ヶ月が経過しております。あのね、車は大事にしてあげてください。私の車、別に車結構好きなんですよ、なんだかんだで。車結構今のね、車って結構愛着があって、ね。車っていいよね、なんかさ。自分の車っていいよね、なんかどこにも連れてってくれるって感じがすごい。自分のもんじゃん。うん、なんかすごいね。なんか1年、2年、もう1年目か。あの、昔の車も綺麗で、親の家だったんですね。その時代の時はあまり大変だったけど、自分で買った車は本当にやっぱいいね。仕事で壊されたときにさ、休憩時間さ、僕、裏のとこになってさ、車の中1やろうと思ったら1やろうと思ったら、途中時間止まりにさ、かわいいぜ、今日のパーティー。アルミナージープリーズヤニャニャン、闇の司祭でございます。闇の司祭がいます。なあ、もうなんか右二人かわいいのに。これはね、草原森チームの呪文チームってとこですかね。草原森の呪文を探したらね、本当にこいつらしかいなかったんですよ。あと、ゴーストとかが一応、草原森で呪文かなっていう感じなんですけど、今回 DLC に参戦した闇の司祭を使いたいと思います。闇の司祭が行きます。バギマン。どうなんだろう。草原森の呪文の中では一番賢さが高いのが、この闇の司祭なんですよね。で、600超えの HP なんで、その草原森で住んでる奴らの中では HP が高い方に入ります。まあ、500とかが多いですからね、500台が。さあ、闇の司祭 DLC で出たよ、出た。闇の司祭、その実力は。このバギマンがね、強いんじゃない？はい。行け、バギマン。バギマンはどうなんだろう。せーの。わーっ、マジ？さあ、プリーズエンニャン、現役草原森呪文チーム、頑張ってくれ。はい、突進していく。よいしょ、強いね。安定して強い。ベロリンミスト、霧に包まれてしまったぞ。強いな、ベロリンミストって。やっぱ、バルーサもあるからね。プリーズニャンのいいとこっていうのは、まあ、唯一無二、シャドウですよね。唯一無二というか、唯一三二っていうんですかね。まあ、シャドウ使えるモンスターは3体ぐらいしかいないんで、そんな貴重なシャドウの打ち手です。さあ、アルミナちゃんは言うまでもありません。優秀モンスター、1000万ボルトよいしょー、素晴らしい。やったね。アルミナちゃんはやっぱね、もう言わずともがな最強です。もう僕の好きなモンスターの一体ですね。モンバトにおいてはアルミナチ好きですよ。DQ3 ではね、アルミナチちょっとね、もう書いていただきたいです。理由はわかりますよね。ラリフォーが使うからです。いや、ちょっと今回はね、愛着あるモンスターが多いね。闇の司祭以外ね。いいね。刺さる。打点が全員取れる。打点取り放題じゃないですか。取らせていただきますよ。ねえ、みんなね、属性が優秀なんですよね、この3体って。バギマはね、ギズモあたりにしか刺さらんけどね。さ、プリーズニャンニャンニャン、シャドウでございます。ニャン、イェーイ、強い、強いね。強い強い強い。やっぱ、シャドウがね、賢いからね、んで。プリーズニャンのシャドウは賢いし、今回呪文チームっていうことで行動力。まあ判断力ですね。アップしてるんで、その分ね、てか、シャドウ弱点二人いんじゃねえか。シャドウ二人二人、弱点二人いんじゃねえかよ。よく見たら。それは当たるわ。まあ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 。いや、みんな打撃耐性ないのかな。ちょっとヘベロ感あるけど、1000万ボタン煉獄長狙いで。よし、OK。せーの。素晴らしい。いやー、いいね。打点取り放題。ただ問題は、今回ばかりはバギマ無理か？闇の司祭。闇の司祭多分デビルアーマーにしか打点取れんだろう。ヒートサイクロン、うん、よしよしよし。どうだろう、バギマ。ゴールデンゴーレムに絶対効かんしな。いや、見せてやれ。闇の司祭のバギマ。あー、うわ、きつい。クロスフェイスがあるじゃねえか。いきます。クロスフェイスでいきます。どうなの？クロスフェイスって。1000万ボルト。さあ、せー、おい、せー、オッケーよー。よいしょー、いいやー、アルミナちゃん、いいねー。久しぶりに動画出演して借り切ってんの？もしかして。なんだかんだでさ、もう僕が強く使うモンスター出てこないからね。まあ、まあでも、で、一回動画で出たことあるモンスターも多いね。闇の司祭以外。闇の司祭をね、最大限活かせるパーティーということで今回ね、この奴らが抜擢されておりますが、うん、アルミナちゃん、しゃあない。いいよ、大丈夫大丈夫。もう行動した後だから休んどけ。チャンスのお前そこにいろ。いけ、シャドウ。氷の呪文で攻撃するぞー、イエーイ、強い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 。さあ行きます。
闇の際クロスフェイス行きます行け顔からビームって新しいよいしょカスカスイカスだもうちょっと強くなんなかった。まあ闇の際のステータス的に物理型モンスターじゃないのわかる。おお物理型モンスターじゃないのわかるんだけどさやっぱバギーマンだな。闇の際はバギーマン打つだけの存在だなさあ魔王戦いけるかこいつらってでもなんかいけそうだな。お来たぜ来たね続くぜこの動画。邪教の人くんの。おい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 、ユアストーリーで儲けられなかったからって本編に出てくんなよ無理無理てかもう絶対勇気溜まってるから勝てるんだよな。レッツゴービアンカまあやっぱり黒ブレに出てきたんでね。はい黒ブレの5段ね、5段に出てきた。なんだかんだすごいよね黒ブレって。よく考えたらさ、ヒロイン枠を動かせるゲームは初か。今までスキャバトとかこうやってね、あのモンスターズで助っ人として参戦はあったけど、自分で動かしてさプレイできる、なんだったらさ倒すことさえできるっていうのはね新しいよなどう見ても倒す気なんだよその発言はいやすごいことじゃん。ちょっと黒ブレの話になっちゃって申し訳ないですけど、黒ブレってよく考えたらさ、フローラとかビアンカ、まあ、今までゼシカとかマルティナいるじゃん、いるんですけど、そいつらがさ歩いて動けてさ倒せるんですよすごいことだと思いますね倒せるって倒す前提の話やめてよ倒してね、もうスカートの中を覗きたいと思います、僕はね。はい、そういうね、俗物のみたいな話はやめましょうね。焼けつく雪大丈夫か？おー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 、あれ？あ、闇の際も、そうか。草原森チームって強いよな、でも。草原森チームってやっぱ強いな、そう考えたら。回避率も上がるもんな。あ、これ、やべ、スペシャル使っときゃよかった。光玉使っときゃよかった。そうだね、いやー、そうだな。スペシャルカード使っときゃよかったな。これもったいないね。さあ、いけクロスフェイスいきます、せーの、いやーてこーカスやんけお前なんで157だのなんだのよさあヒャドレにゃーおー、うん、ナイスナイス、光玉使います。あ、光玉ちょっと過剰か、まあいいか、ちょっと過剰な気がするけど、まあ勇気は調整ではいいか、この分だったら。オッケー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 、クロスフェイスが生地弱いばかりに光玉チャンスができたわクロスフェイスが生地弱いばかりに。バギマでも結構出るんだね、やっぱ。こいつの本体はバギマみたいなとこあるな。はい！いや、強い！めっちゃ強いわ、こいつ。あ、めっちゃ強いわ、こいつ。さあ、大魔王が、ミルなんとかの気配がします。ミルなんとかだったら勝てるんじゃないかと思ってます。うんって言いたくなるでしょ、これ。ミルなんとかなら勝てる言うたやんか、もう。殺しに来たじゃん、殺しに来てるじゃん。おい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 、撃つんだろマジダークトリウムちょっと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 、どうなった。さすがにさ、ダブルギアスローを直撃する気ではないよ。いや、ギガデインでちょっとダメージ取ろうかなってしたんですよ。勇気溜まってたから。勇気もいい感じで溜まってるんで、取ろうと思ったんですけど、いや、さすがにリスキーかなって。リスキーすぎるよなって。そんな、DPS 高くないだろ、こいつらって思って。先制すんの？アルミラちゃんたち早いのに。まあ、ここでピロリしちゃうのはやっぱ思い約束っすね。まあ、前回もなんか天使の歌をした時に、めっちゃピロリましたから。さあ、こっからですよ。いや、でも呪文は取んないよ。闇の死体だけは別かもしんない。ただ。伊勢マムト。あ、いいね。勇気どうしよう。うまいこと調整したいな。まあ、この分、このぐらいでいいか。ベロリンミスト。打撃硬いよ。いや、でもベロリンミストでいいと思うな。これはベロリンミストでいいな。うん。さあ、バギーマ打点。ちょっと期待したい。闇の死体。ちょっと頑張って。闇の死体。頼む。よし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 。取れ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 。いい打点取れてる。今回いい打点取れてるから、どうしようなぁ。勇気は調整しつついきます。何から来る？オッケー！オッケーオッケー！魔人の方向から次さ、ギガディーンとかグロンドクロスでさ、死ぬは一番やばいからね。今んとこ、一番いい運び方してる。ワンチャンあるかも。これワンチャンあるな。もしかしたらちゃんとコンスタントにダメージ与えたり、
会心とか期待したいな。こうなると会心に期待しないとダメだけどね。バギマ打点がいくらコンスタントに与えられるとはいえ、ちょっとね会心打点ちょっと期待しないととどめけんない。難しいな。これだったらダメージ系使った方が良かったのかな。いやでもさ、いやでもなって感じですよね。これドリームの1ターン目のダブルキャスをさ恐れるてか絶技もさ、これパーティーやばいし恐れるしかなかったっすよね。3ターン目は絶対攻撃します。その攻撃の当たりどころ大事。グランドクロスか。グランドクロスピロリワンチャンあります。送迎盛り返す見せてやれ。よけろよっ。なぜよけない。おいお前ら回数いくつや思ってんねや君たち回数いくつなまた僕ピロって下に出してるから、下にピロって出してんだよ。それでなんで誰も避けなかったのさっきの絶技の時避けてたじゃん、いらんところで。会心出ないときつい。ナイス。あれみんなちゃんそこでた。いけるか。いや行こう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 行っちゃ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 う。いけるいける。今のアルミナちゃんのおかげでボーダーいけるかもしれん。あと、いける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 。しっかりやってれば勝てる。あ、しっかりやってれば勝てるよ、ほんとに。いけるよ。ビャケちゃんとアルミダちゃんが、ベロニーミスト1000万ボードでしょ。当てればいけます。頼むぜ。かかったよ。運命かかりましたよ。アルミダちゃん！ビャケちゃん、会心でお願いします。配信者さんと終わりだね。みやけちゃんみやけちゃんみやけちゃんバカ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 。はーやばい。はーはーまだあるぜ。ダブルギアスをグラウンドコース次の行動が避けるしかないですね。避ければワンチャンあります。なぜアルミナあそこで一発やだな。お前一発やすぎだアルミナ足。ワンチャンある、ワンチャンあるよ。避けます。避けるしかねえな。回避率高いんでグランドクロスの場合は本当に1体避けるだけで勝てる。ダブルギアスローの場合が怖いな。さあ避けろ避けろ避けろ避けれる避ける。回避率回避率回避率結構あるよ。 20% 超えられ。避けろ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 。信じてたぜ、避けてくれるって。ダブルギアスローってやばかったけどね。いやでもよく避けたよく避けた。最後は忘れやった第三の女レッキューカカトドシよかった、よく勝てたよく勝てた。アルミラージがハラハラさせてくれるわ毎回毎回よっしゃー、みんな頑張ったアルミラージお前何なんだよ。もう会心出すわ、避けるまでやっぱ君なんだね。いやい。闇の死体が輝ける場を用意しました。見てください、敵にギズモがいますやれやれ、やっちゃえ。ギズモっていうのは風の攻撃には弱いんですよ、呪文とかね。ただ風の攻撃とかだとバン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 受けるんで意味がないんですけど、ただしですよ、バギマなら打点が取れます。はい、もうねシャドウでドラゴンの弱点つけるし、プリズヤンはバギマでギズモ一気に、ね、ボコせるしもう活躍できる場をね今僕用意しましたんでね、活躍していただきたいところでございます。ダメですよそりゃそりゃやるみなちゃんダメですよ。どこにあったんそら無理さ、天空の盾持っとったもん絶対無理だと思った今。バギマ、いやーやった強い。ギズモ、あのギズモが160字も食らってます。これ見たことかと。なんかさ、不安要素はちなみにね、向こうがメダパニアラリールマンを使ってくることですね、ちなみにまあでも活躍できる場なんでね、頑張ってほしい。おーいアルミナージもうさ、すべての役目を終えたやんお前お前すべての役目終えてボートルみたいになっとる。激しい炎やばいな。てか大丈夫かな。
おお。よく避けたね。シャドウでドラゴンに行きます。大丈夫です。攻撃するぞ。オッケー。あーでも、え、あれ意外と効かねえな。あれ弱点だと思ったけど意外と大丈夫なんだな。マジか。メダバに。あー、あれこれってもしかして、ミャケちゃん。ミャケちゃんただ一匹残されたんだけど。あれミャケちゃん一匹だけ残されたんだけど。なんで。そっか、激しいような当たってなかったし、よく考えたら。ミャケちゃん、ミャケちゃんだけ残された。嘘でしょ、ラリルマとメタパにこんな強いの。はい、一時そんな強くなかったじゃんこのパーティー。嘘でしょ。あし、大丈夫、ミャケちゃん残りました。シャドウで頑張ろう。シャドウ、あーでもドラゴンがあれ意外と効かねえな。効くと思ってた、勝手にちょっと勘違いしてたね。ちょっと待って、これこのままやばい、このままやられる。避けろ。うお、プリズニャンがいい感じに避けてます。プリズニャンがいい感じに避けております。いい感じに避けてるけどさ、避けてるんやけどさ、このメダパにグダグダ戦法持ってくるやめ。おーおーおおお、互角互角互角。さあまだまだ、ここでも HP 互角なんだよな。勇気逃げされたら終わるけど、勇気逃げされたら負けます。ちなみにこの調子で勇気逃げされたら負けですけどね。まあ怖いのは、あでもさすがにたまんないべ、さすがにこのターンでたまんない、たまんない。大丈夫大丈夫、余裕あるよ。このターンにどんだけ押し切れるからな。うわまともに食らっちゃダメさ。1000万ボルト再び、1000万ボルトでまたそっち。アルミラちゃん、アルミラちゃん何もしてない今日、今お前この戦いで何しに来たの、アルミラちゃん。一発やすぎない、アルミラちゃん。ちょっといくらなんでもちょっと一発やすぎるって君。ラリルマ来るぞー、このままで勇気に切りされちゃう。闇の際は確かに輝いてんな、でもいい打点取れてる闇の際は。ただ他の2体が思ったほか刺さってない。やばいやばい、次のターン勇気たまる、次のターン勇気たまる。もうこっちに進化の表とか無理だから、絶対追いつけないからゴリ押すしかないよ。ドラゴン切りするから結局のところ、でも今からワンチャンあるよ、ドラゴン切りします。この関係上この1ターンで相手の残り HP400 ぐらいですか、400ぐらい削れなかったわけです。闇の死体がねバギマンを打てたらある、クロスペースだとしょんぼりだね。さあ400ぐらい残りましたけど、ラリールマという不安要素来ますよ。いや頑張って、頑張った頑張った、いけるいける、これはいける、これ勝てる戦いだと思うよ自分は。よしよし、来て、おっとねえ闇の死体、あーもうボロボロやんお前やっとることが。これさ、デイン誰に打つの、でもあんちゅん、あワンチャンあるな、ミャケちゃんが、ミャケちゃんが氷の呪文で攻撃するぞ。なんでだよ、なんで、えなんで、今何が起こった、ミャケに何が起こった、え何があったの、ミャケに何があったの、マジで何があったの。判断力も上がってたんでしょ、称号で。で今までさ一回もシャドウ打ち間違えなかったじゃん。そんなミャケにさ一体何が起こってあんなことになったの、え誰かを教えて、何があった、どこに間違いがあった。